本当にいい映画ってのはやっぱり本当に楽しいんだよね。その七面倒くさいものじゃないしね。本当にいい映画ってのは大変分かりやすくてさ、面白くて。よーい、スタート。映画を愛し、映画の力を信じ、人生を映画のために生きた黒澤明。生涯に残した作品30作、その全てが世界中の観客に支持され、映画界に多大な影響を与えた黒澤映画。デビュー作「姿三四郎」から55年の映画作りに込められた黒澤監督の思いを紐解きます。心の中にあったイメージを素直に紙の上に写すと、その絵はなぜか見る人を捉えるように思えた。風林火山の孫子の旗を立てた武田軍、想像を絶する壮大な戦闘シーンっていうのがありまして、麻酔をその打ってどの何 cc 打っても効くやつと効かないやつといろいろあるんですよ。それでまあ獣医さんみんな鎧着てね、こうやって注射打ちながらやってたんですけど、やっぱりその中で一瞬その全部がこう、ね、寝ちゃった時にはたった15秒しかなかったんですよ。でそれをもっと黒沢さんが長く欲しかったんですね。最後の時にその黒沢さんはね、ああ動いてくれるなってこう言ってたんなんですよ。で僕はね、もうついやっぱりそこまで動くなーってさ言ったわけですよね、マイクで。あとちょっとあと動くなーって言って馬が暴れ出したわけですよ。そしたらもう逃げるわけでしょ。で死体が逃げちゃう、逃げちゃったらあのカメラ前が動き出しちゃったんですよ。危険な撮影を危惧していた白井さん、そんな白井さんが撮った自分の思わぬ行動を今もはっきりと覚えています。映画人じゃないからっていうスタンスでやってたからできたと部分というか、最後の最後になってやっぱりついにそのあなるほど黒沢さんがやってほしいなってなると、もうスタッフが夢中になってやるっていう心理はこれなんだなって、それはまさしく俺が動くなって言っちゃったという、そういう人間がやっぱりスタッフとして集まっていくっていうか、逆に言うとそうでもないスタッフがそうなっていくっていう、その不思議さですよね。まあそうでもないっていうんじゃなくて、普通のスタッフが何回か撮影をやってるうちに、何本か組をやってるうちに対してその、その強いこう強制的なことを言うわけじゃないんだけど、黒沢先生のためにやんなきゃっていけ、そういうふうにそのなっていく、そのがやっぱりああいう力になっていくんだろうなっていうふうに、いろんなその言ってみればその命を吹き込むわけじゃないですか、先生が演出なさるので、登場人物が何十人っている中で。全部の人物に先生そういった同じエネルギーを注いでいくわけじゃないですか、それはものすごいことだと思いますよ。その